ナンバー、アイのデビュー曲、ゴート、ダンプラ MV が公開初日から140万回再生を突破しました。金プリ時代からの爆発的人気、月読みが全ての悔しさを消し去る。昨日、平野紫洋、26歳、神宮寺裕太、26歳、岸優太、27歳の3人によるナンバー、アイの公式 YouTube チャンネルが新しい MV。 オフィシャルチョログラフィービデオを公開し、わずか1日で再生回数が140万回を突破。これによって、彼らの爆発的な人気が再び証明されました。新しいチョログラフィービデオでは、体育館を舞台に、3人が、ボートを練習着姿で踊りきる姿が披露されます。カメラワークは程よく取り入れられつつも、基本的に正面からのアングルで、ナンバー、愛のダンスのキレとメリハリが楽しめます。 キシユータは MV の告知をする際にツイッターで次のように綴りました。ダンプラやりました。フル GOAT もマジやばいっすよ。お楽しみに。しかし、このダンプラの言葉には一体何が隠されているのでしょうかダンプラとはダンスプラクティス。練習の略語でダンサーが定点カメラで撮影したダンス動画を YouTube に投稿する文化から生まれた言葉です。最近では多様な要素が組み合わさり。 練習用のエアでない服をまとまったり、カメラワークがあったりと、様々な形が存在します。興味深いことに、旧ジャニーズ勢もこの、ランプラ動画を積極的に投稿しており、例外ではないようです。ナンバー、愛の前身であるキング、プリンスも2023年5月22日まで、ランプラ動画を披露しており、彼らのダンスはファンにとって特別なものでした。例えば、 2022年9月14日に YouTube で生配信されたトレイストレースはその前日から公式ツイッターで見合わせがされ事前収録ではなく生配信されるというサプライズがあり大いに注目を集めましたファンの中にはキングプリンス時代に公表された月読みがダンプラが投稿されず3人がそのまま脱退するという出来事が心残りとなっています この楽曲は2022年10月1日に TBS 系で放送されたオールスター感謝祭り22秋で初披露され、同年11月9日に CD がリリースされました。ファンたちはこの曲に対して期待が高まっていたが、脱退が発表されたことでダンプラが見られないまま終わりました。約1年3ヶ月後、ゴートのダンプラが公開され、ファンは喜びと感動の声を上げています。約1年半ぶりに浴びたダンプラやばすぎる。 彼らを待っててよかったと改めて思わせてくれたよ。マジ、痺れた、など、当時の無念が晴れた瞬間です。ゴートのダンスパフォーマンスでは、平野耀だけでなく、神宮寺雄太と岸雄太もその実力を見せつけ、鍛錬の後が伺えます。今後、ナンバー、愛が金プリ時代のように生配信でダンプラを投稿する可能性も考えられ、それが実現すれば再び驚異的な視聴者数を達成することでしょう。 デビューから1ヶ月が経過したナンバー、愛の新曲はいまだに注目を集め続けています。彼らのこれからの活動にも期待が高まります。